はい、皆さんこんにちは。カタリルームのカタリです。強くなりたいガンダム女やっていきたいと思います。さてとマップはトリントンですね。で、まあこんな感じ。さっきの試合がね、ボツにしてるかもしれないんですけど、あまりにひどくてですね、砂漠のバトルエリアだったんですけど、上げてるかもしれないし、ボツにしてるかもしれないし、もう一本しょうがないんで取ってます。とりあえず上行けるかな。出撃準備完了。発進してください。三無視の、上の方行ってみようかなと思いますけど、どうだろう。飛行らの戦果に期待する。届くよね。届かなかったらきついんだけど。マジかよ。動けなかったわ。ひどいもんだな。こんな簡単にやられちゃうとはね。ちゃうというね、悲しみ。いやー、もうちょっとブースト管理しないといけないよね。こんなくらいなのか。まあいいや。いや、2位取られるよ。これグレー持ってきた方が良かったな。また振ってダメになってる。ちょっとだいかないんじゃない。ちょっといかんね。とりあえ
図で押さえてれば結構いけると思うんだよね。でここから降りていきましょう。マジかよ、この一撃でやられちゃうっていう砂はダメだよね。やめた方がいいと思うんだよな。だってこっちがさ3発4発入れてやっと倒してる敵をさ一撃で倒すんでしょ。しかも長距離から、それはやっぱ違うと思うよね。焦るなよ、今は慎重に行動するの。通常あのアーマー硬くなって3、4発入れなきゃ絶対倒せないのに一撃で倒せるんだもん、長距離だね。おお、嘘だろ嘘でしょこの頼むわ、もうどうにもなんないわ。で砂は一撃では倒せないからね、こっちからは。前は一撃でも倒せたけど、今一撃でも倒せないし、二撃でも倒せないでしょ。あれはね、ひどすぎるね。で、カメラガン使えるんでしょ。ちょっと優遇されすぎじゃないかなっていう気がするね。マップうんぬんじゃなくて、こんだけ砂が増えてるってのもそのせいだし。このままだと、あのガン音自体が終わっちゃうよね、砂のせいで。そんな感じがします。どうしようかな、勝ってはいるけどだよね。おお、あれが各人気をつけてかかれ。なんかすげえ抑えられてんだけど、なんだ、下完全に制圧されてるね。ひどいぐらい、ちょっとポイント的にもやばくない。順位はどんどん、直してくれてる、ありがとう。立てられたのかい。これダメかな。なぜこける、どこにこける要素があるんだよ。これ何これ、トレーナーすか。いやー、上押さえてても下取られてたら話になんないね。あんな取られてんだもん。いやー、でこれ砂でしょ。だから砂ダメだって。は地雷だらけで、地雷もまくでしょちょっと砂だらけじゃん。砂はね、ほんとなんとかしなきゃダメだよね。ゲーム性が完全に崩れてる。
ところだな。ちょっと今回、前回もひどかったけど、順位はともかくひどいんですけど、これなんかすげえハマってる。おお、あれが各員気をつけてかかれ。ララ、ひどいね。じゃあな、これまた鍛えないんでしょ。ちょっと売りかかり下手だな。これ逆転されるよね。2の下完全に制覇されてんな、これ。この上を制覇するって意味が完全になくなっちゃってるんですね。でどうすっかな。この辺の人たちってどこにいるんだろう。上にいるんじゃないの、もしかしたら。やっぱね、こんだけ上にいても意味がないでしょ。下見ないと。あそこは見られないかな。いやー、なんか事故ってるなー。周りが見えてないと言ったらいいの。ちょっと下に降りようよ。ちょっと打つか。敵の影が潜んでいるかわからん。さっき怠るなよ。なあ、すっげえワープしたぞ。下に誰もいないでしょ。これはね、ありえないから。上あんだけ押さえてて、セット警戒。ここ張ったらいいんじゃない。これきついよね。誰か修理する人いるのかな。いないのかい。あ、いたいた。ありがとう。
とともに突破口を開くのだ。どっかに上を抑えられちゃってるんだな。今度はどうやって行きます。焦るなよ、今は慎重に行動するのだ。渡れるかな。渡れた。カクカクのやつどっから来たのかなって感じだよね。なんだ、なんかひどいね。なんか1位とかその辺の人たちはカクカクなんだけど。地雷っすか。ひどいもんだ。これちょっとギレ持ってきたらよかったな。敵の影が潜んでいるかわからない。作敵怠るなよ。どんだけだよ、勝手受けするって。いや味方いない。下にいなすぎるね。ひどいね。これ負けるよ。下にいないんだもん。でロックでしょ。あ、まずかよ。あ、終わりました。終わったよもう。とりあえず20球はいってるけど、ひどいね。下降りなきゃダメですよね、やっぱね。
この辺でしか戦ってないのに、それは取られるよね。上でこういくらこう戦ってても2取られてるわけでしょ。で、2取りに行けばやられちゃうしさ、上に十何人もいても意味がない。ここ守ってもな。で、戦艦っすかこれ。今は慎重に行動するの。ひどいもんでした。さっきの試合もひどいけど、これもひどいな。なんでこんなひどくなっちゃったんだ。なんか階級落ちたかな。37点、 KD 差がかなりありますね。一応左官戦場でしょ。ちょっとひどいんじゃないかな。まあしゃあないな。士気落ちてたのそれすら分からなかったわ。除去リボンとか撤去リボンか、久々に取りましたね。はい、ということでね、最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。